プレゼント企画やってます。どうもトーゾルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュライアルお送りしていきたいと思います。さあということで、今日はねやってまいりました、みんな大好き増殖チャレンジでございます。この前ね増殖チャレンジの、動画を撮ったらコメントにゴムじゃやってねえぞと指摘がありましたので、今回ゴムじゃをね、増やしていく回でございます。相方はこの方。お疲れ様です、リュカマおじさんですまたおじさんの方が来たんですか。いや、あの、ちょ、はい、声優さんにギャラ払いなかったそうそうそう、あのネカマおじさんは、うん、バーチャル YouTuber としてね活動されている方なんですけれども、はい、まあ、中身はおじさん、あ、もう正真正銘、はい、正真正銘のおじさんで、はい、おじさんですね。外っつらは美少女、そうですそうです、バーチャル YouTuber なんですけれども、はい、今日は中身の方が、まあ、中身ですね、はい、やってまいりました、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いしますおじさん、今回私のチャンネル出るの2回目なんですけど、そうですね、あの、まあ、増殖チャレンジのプロになると、まあまあまあ多少上手くなりましたよ、だから前回のやり方とかね、うん、そうそうそう、しかも前回はスパーキーをやったんですけれども、はい、まあ、今回はゴブジャイといったところで、うん、あのちょっと勝手も違いますからね。そうです、やりゴブがいるから、はい、やりゴブがいるから割とその、うん、壊しちゃうんですよね、いろいろ壊しちゃうんですよ、はい、ということで今回はちょっと NG 集っていうか、はい、なんか一つ面白い失敗もあったんで、うん、そちらの方とあと成功パターンとね、2つリプレイがありますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。ということでご覧ください、どうぞ。じゃあそろそろゴブジャイ行きます。はい、お願いします。ゴブジャイして、あ、ミラー回ってなかった、うん、とりあえず、まあ、どんどん出していきます。そうですね、ちょっと墓石を、墓石が、はい、立ててきますね。いや、やりゴブ、後ろのやりゴブがどんどん墓石を壊しちゃうんで難しいんですよね。そうなんですよね、それが結構厚めに今立ってたんですけど、確かに。さあ、オッケー。ああ、でも止めれそう。これで止めれそう。いい感じ、うん、いい感じですね。これでもうガンガン回してって、はい、ゴブジャイが、ゴブジャイがいじめられてる、ゴブジャイがいじめ、おかしい。ゴブジャイがいじめられてる、いじめられてる。頑張りすぎちゃった。頑張れない。待って。めっちゃいじめられてる、めっちゃいじめられてる。やばい。全然増えない、全然増えない。ダメだ。どっちの増殖かわからんか。そうですね。ちょ、待って。おじさんが。いや、もう止められない。もう、僕ももう干渉できないんで。ダメだ。これも、スケルトンの増殖チャレンジだよって。ああ、もう。もうやり直しっす、これは。やり直しです。なるほど。逆にやられる、かられましたですけど。いや、ちょっと勢い止められなかったですね。はい、よし、そろそろ行きます。はい、次のターン、次のターンで。うん、さあ、ゴブジャイ、ゴブジャイミラー。ゴブジャイをやり続けることによって、一つ分かったのは、はい、ゴブジャイがやられるとやりゴブがまた出てくるんで。そうなんですよ。それはそれでね、また困る。大変なんですよね。そう。オッケー。いや、今回は、かなりベスト、フォーメーションですよ。そうですね、墓石も控えめですから、ね、墓石もいい感じだし、うん、そうさあゴブジャイも増えてって、あ、増えてきてる、いい感じですね。さあさあ、これはだいぶ増えてる、うん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 、いや、しかもうまい、このネカモジさんのこのサイドへの引き、ちょっとね、引っ張りましたね、はい、オッケー、そろそろじゃあ黒行きます。よし黒行って、はい、黒ミラーして、いや、これはいったでしょ、この数、これはだいぶいってる、これは、いや、でも強い、一気にいく、早いですよ、クローンかけてから早い、いや、でも、これは、もう合格でございます。よかった、終われる、終われる、収録、いや、僕たちもね、ゴブジャイを増やすことに、あまたの時間を費やしましたね、だいぶかかりましたね、うん。ということで、本日はね、またネカモおじさんと、ね、はい、増殖チャレンジやっていったわけなんですけれども、またちょっといろいろなユニットをね、増やしていきたいなと思っております。やっぱフリーズが強くなってからなかなかね難易度が上がりました。そうなんですよ、はい、またちょっといろんな増殖チャレンジも、やっていきたいなと思っておりますので、ぜひともね、次回もこうご期待と、言ったところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。